ご視聴のご縁を賜りありがとうございます。生産所塾です。今回は毛筆を書いていきます。それでは生産さん、今回も張り切ってお願いします。はい、皆さんこんにちは、生産です。本日も、生産所塾をご視聴の皆様とともに、私が習っている教書のお勉強に入りたいと思います。実用書輪の3月号になります。3月号の、楷書の課題の、こちらで春季と読みます。春季、春の光という意味ですね。お手本ですね。非常になかなかこういうふうには書けないですね。左の方に余白もしっかり取ってありますので、ここに名前を書けるように、こちらはですね詳しく書いてますので、ちょっと中を見ながら勉強したいと思います。ここにポイントが書いてますね。左右の払いは一対で最大幅に、ここはもう最大幅に取ってください。火の縦の部は垂直にと書いてますね。ここはあまり絞りすぎずに垂直に書きなさいと書いてますね。この左払いに関してはいつもとても太くなりがちなんですけれども、なるべく太くなりすぎないように、その代わり右でたっぷり太く書かれていくといいですね。また左の方は少し縦気味、そして右の払いの方はしっかり寝せて書くように気をつけたいものです。次にこの木という字ですけれども、これはもう線がしっかり太くしっかり書いていかないといけないですね。そして何事もそうなんですけれども、この縦線を入れるときにどうしてもこの中央に書きがちなんですけれども、少し左の方がですね少し広くなるように、右と比べて左の方が広く取れるように書くとバランスがいいように思います。あとこちらの字の間隔、しっかり均等にするように書いてますね。例えば上は狭いのに下は広すぎてしまったり、その逆であったり、そういったことがないように気をつけて書いていきたいと思います。それでは実際に書いていきます。今回は、2文字なので、いつもよりもさらにたっぷりと根元まで墨をつけましょう。墨をたっぷりと含ませていきましょう。この春という字は右上がりに同じぐらい右上がりに、そしてここは広く出して右上がり、漢数字の3を少し間隔を狭めたぐらいですね。そして左払いは縦気味に、あんまり太くならないように、その代わり右の払いは寝せてたっぷりと、ちょっと太すぎますか。これで最大幅になるようにしっかりと、そして先ほどの注意にもありましたね、こちらの火の縦は絞りすぎない、もう垂直に右上がり、垂直ちょっと下げる、ちょっと大きすぎましたね。このままいきますね。木という字はこれも同じぐらい
同じぐらいの 幅のところで、上の字よりも下の字の方がやや大きくなるぐらいに書いた方が安定しますね。太くたっぷりと、右上がり、あんまり線が細くなりすぎないようにしっかりと、しっかりとこういう風に広がるように、ここもしっかりと、しっかりとこの若冠と同じぐらいの幅で、横の線は細く、若冠と同じぐらいの幅で、これぐらいが横、ここの間隔を一緒に上冠より広く、上冠よりちょっと広くなるぐらい、そして真ん中より気持ち右、このお手本もそうですね、左の方が広いですね、ここよりここの方が広い、真ん中よりちょっと右側に、あんまり尖らせない、全然尖らせない、尖らせない、はい、はい、今回は初見で新規という、春季という春の光という文字を書いてみました。いかがでしょうか。それではちょっと、こちらも反省をしていきたいと思います。もうご覧になっている皆さん、あそこがちょっとってお気づきになられてると思いますけれども、一緒にやっていきたいと思いますね。さあ、これはお手本と一緒になかなか見ていくのが難しいので、まず全体として春が大きすぎましたね。ちょっとお手本の春を見てみましょう。手本の春と比べてちょっとこれがやりすぎた感がありますね。ここも伸ばしすぎましたね。これぐらいで止めておけばいいか、良かったかもしれんですね。これぐらいがいいですね、あとはどうでしょう。あとはよく描けたような気がします。あとは、ここの形ですね、この火の形がちょっと悪かったですね。もう少しここを狭めてスマートに描いた方がいいですね。ちょっとこちらの方と比べてみましょうか。お手本と比べてみましょう。ほら、すごくスマートですけどぼやっとしてますね。どうですか、指を当ててみると分かりますね。ちょっと膨らみすぎました。で、線もちょっとぼやけてますね。シュッとこう書くのがいいですね。あとこの群のところいかがですか。群のところいかがでしょうか。少し私意識しすぎてちょっと大きく書きすぎてしまいましたね。あとこの縦線がまずかったですね。スキッとこう降りてますけれども、ちょっと曲がって、ま、見えますよね。これぐらい、ちょっと曲がって見えます。これぐらいで、これで座りました。
こも これぐらいでだいぶ締まります。ここもう少しあってもいいですね。これぐらいあってもいいような気がします。あとここですね、ここの中も皆さんどうですか。ちょっとバーンと広げすぎてる感じがしますね。もう少しキュッと締まってもよかったですね。お手本の方を見てみるとまだキュッと締まってますね。ここの三角が私のを見てみるとここの三角がなんかちょっと広がりすぎてるような感じがします。ここも気をつけていきたいですね。今回は、春季という3月の課題に挑戦してみましたけれどもいかがでしたでしょうか。次回は、今回の反省を含めて聖書に入っていきたいと思います。この動画が少しでもお役に立てば嬉しく思います。本日もご視聴ありがとうございました。聖山さんお疲れ様でした。それでは次回もお楽しみに。ああ、リクエストのある方やチャンネル登録もお願いします。